その説は世話になったね。あんたは上層に案内する約束だが、その前に一つ掃除を頼みたい。誰かさんが暴れてくれたおかげでうちの警備はボロボロだ。そこをついてくる商売敵のドーザーがいるのさ。ジャンカー・コヨーテス。連中は私らを目の敵にしていてね。いつも嗅ぎ回り、隙あらば噛みついてきやがる。まったく強量でつまらない連中だよ。だが一点、連中が使ってる MT は闇市に流れたうちの製品だ。頭も手足もバカ揃いだが、道具選びのセンスだけは褒めてやろうかね。さ、あんたが散らかした分は片付けてもらうよ。ん？この場合は余計散らかるか。まあいい、分かったらさっさと出な。あなたのハンドラーに無断での出撃が連続してしまいましたが、せっかくの機会です。引き続き私がサポートします。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。つまらない雇用手どもぶちのめしてきな。レイブ、すでに攻め込まれているようです。対処しましょう。おい、衛星が出てきたぞ。見たことねえ機体だ。カーラの野郎、ビジターに金を釣りやがってな。ハンジャーとキッカーを使わせろ。うちの騎士が作ったツタメムティじゃないか。あんなのまで市場に流れてるとはね。防止性のガードレスにコルトが取り出されているようです。下方、ここは片付いたね。続けようかビジター。適正機体反応をマーカーに反映します。そういえばうちの MT は下がらせといたよ。あんた一人で十分そうだったからね。まとめた整備を回したってわけさ。なんだ、なんか来やがったぜ。ありゃあ間抜けのラミじゃねえな。ラートの侵入か。ミサイルで撃ち落とせ。ラミはあんたがやっちまったからね。あんなんでも番犬程度にはなったんだが。整備残り 50%。 ご用意した殲滅を確認。目をつけたのは正解だったよ。約束通り、今度は私が手を貸す番だ。着く頃には俺の野暮用も片付いているはずだ。